休憩前に引き続き会議を行います。休憩前の一般質問を継続いたします。市政一般について西山信正議員に発言を許します。西山議員。公明党京都市会議員団下京区選出の西山信正でございます。公明党は統一地方選挙におきまして、支え合い安心と活力ある社会へをテーマに掲げ、1543名が当選をさせていただきました。4年前に落選した私も多くの皆様のお支えにより2期目の当選をさせていただくことができました。この場をお借りいたしまして心より御礼を申し上げます。皆様からいただきましたご期待にお応えするべく、与えられた任期を全力で走り抜いてまいる決意でございます。本日は熊沢正明議員とともに会派を代表し、市政一般について市長並びに関係理事者に対し質問をいたします。何卒誠実かつ明快なご答弁をいただきますようお願いをいたします。さて、コロナ禍や物価高などの難題に直面する中、公明党議員は持ち味である小さな声を聞く力と、国政から地方に至る幅広いネットワーク力を発揮しながら、命、健康、暮らしを守る数々の政策を実現してまいりました。物価高においては、地方創生臨時交付金の拡充など、国会議員と地方議員が連携して財源を確保し、地域の実情に合った物価高対策を実現しています。本市においても、3月22日に公明党京都市会議員団から市長に物価高から市民生活を守る施策の実施を求める要望第2弾を提出。本5月市会の補正予算では、京都市暮らし応援給付金や中小企業等物価高騰対策支援金、追加支援などが計上されました。今後もスピード感を持って市民の皆様への効果的な支援が実施されるよう要望するとともに、これからも私ども公明党は物価高対策に全力を挙げてまいることをお誓い申し上げます。それでは質問に移ります。まずはじめに男性の育児・家事の推進についてご質問いたします。家事や育児の負担が女性一人に集中するワンオペ育児。国の調査では、6歳未満の子どもがいる世帯の妻の育児・家事時間は夫の4倍であり、妻に大きく偏っています。自分と配偶者で半分ずつ家事負担したいと考えている男性も多くいるものの、男性の労働時間の長さがそれを許さない現実があります。出産後の最も育児に力を注ぐ必要がある時期に、男性も育児に取り組めるよう、育児休業の制度があります。そこにも男性の働き方が影を落とし、育児休業を取得しづらい職場の雰囲気、取得への職場の無理解などを理由に、制度があっても利用しづらい職場環境があり、2021年度の男性の育児休業取得率は 13.97% にとどまっています。この状況を打破するため、先日政府が発表したいわゆる異次元の少子化対策のたたき台では、育児休業を取りやすくするためのさまざまな措置を講じた上で、2030年には取得率 85% を目指すとされています。しかし、育休中でも男性があまり育児・家事をしない、取るだけ育休が多い実態が明らかになった調査結果もあり、男性が育休を取っただけでは、女性の負担軽減につながらない状況があることも懸念されます。家庭には家庭の数だけ形があり、育児・家事の役割分担の在り方に正解はありません。我が家は10年以上、
完全に妻によるワンオペでした。4年前に生活環境が変化し、私が平日の夕食調理を長い間担当することとなりました。ご飯を炊くのも不安だった私でしたが、今では料理が趣味と言えるようになり、人生の広がりを感じています。また毎日一定の調理時間を確保することなど、仕事をしながら家事をすることへの大変さを身をもって痛感いたしました。育児面においても平日の学校行事への参加などを担い、また父親の育児を推進する団体でパパ友から多くのことを学び活動してきました。私は2018年の代表質疑でも同様のテーマで質問しました。今回はこの4年間の経験を踏まえ、女性の負担を軽減するとともに、同じ時間は二度と来ない、かけがえのない子育てに男性がもっと関わっていける社会を作っていかなければならないと強く決意してこの場に立っております。育児休業の取得率の目標を達成し、男性がもっと育児家事に関わることのできる社会を作るためには、依然として根強くあると言われる男は仕事、女は家事という考えの転換など、社会の空気を一変する必要があり、これには官民が共同で相当の覚悟を持って臨む必要があると考えます。そこでお尋ねします。京都市においても今後、男性の育児休業の取得率を劇的にアップさせ、かつ男性がもっと育児・家事に取り組むことができるよう、取り組みを充実させていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。また、学識経験者、経済界、労働者代表など、多様な方々で構成されている男女共同参画審議会等で、男性の育児・家事参画の推進について、これまで以上に積極的な議論を行っていただくことで、より充実した政策の実現につながると思いますが、いかがでしょうか。次に、学校における献血の啓発についてご質問いたします。私は献血推進のボランティアをしています。きっかけは、再帯血移植に保険適用の道を開いた有田道義との出会いでした。多くの方の命を救うため、若い人に献血のことを知ってもらいたい、中学校の教科書にも献血のことを記載してほしい、このような有田氏の熱い思いに触れ、献血推進冊子を配布したり、国会議員などへの要望活動を行うようになりました。献血は病気の治療や手術などで血液を必要としている人のために、自ら進んで血液を提供する身近なボランティアです。がん、白血病、感染症、血友病、手術、出産などで血液を必要とする方がたくさんおられる中、血液は人工的に作れず、全血製剤は採血後21日間、血小板製剤は採血後4日間しか有効期間がなく、長期保存ができません。また、1人当たりの献血回数や量には制限があり、多くの方のご協力が必要になります。献血を取り巻く現状としては、16歳から69歳の献血可能人口は、少子高齢化により、2020年の約8357万人から、15年後の2035年には約7198万人に減少することが予測されています。また、10代から30代の若年層の献血者数は、10年前から約80万人減少しています。さらに、免疫グロブリン製剤などの需要増に伴い、原料結晶の確保に努める必要がある状況にあります。これらから将来にわたって安定的に血液を確保するためには、今後、献血基盤を支える若年層の献血者をいかに増やすかが喫緊の課題となっています。そこで、献血に行くきっかけを作るため、献血可能年齢になる前も含めて、関係機関とも連携しながら、広く教育現場へのアプローチを進めていくことが重要と考えます。高校生には、厚生労働省作成のハンドブック、献血ホップステップジャンプが配布されています。このハンドブックには、献血の必要性や献血の手順などが分かりやすく書かれています。しかしながら、全国的にもハンドブックの配布のみにとどまり、授業などで取り上げるまでには至っていない学校が多いと聞いています。そうした中、京都府内の自治体では、
公明党議員の提案により、高校生向けのハンドブックを間もなく献血年齢となる中学生に配布されているところもあります。そこでお尋ねします。京都市立高校においても、これからの社会を支える生徒の皆さんが、献血の意義について理解をさらに深められるよう、献血の啓発の取り組みを推進するとともに、中学校においても高校生を見据えながら、献血の果たす役割などに触れることができる取り組みを進めていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。次に、ベンチを活用したまちづくりについてご質問いたします。超高齢社会、またコロナ禍でテレワークが進み、自宅で過ごす時間が長くなる人が増え、自宅周辺の居心地の良さが今まで以上に求められるように感じています。そのような中、国においては、居心地がよく歩きたくなる街中の創出に向けた取り組みが進められています。そこでは、街中を車中心から人中心の空間へと転換し、人々が集い、憩い、多様な活動を繰り広げられる場へと改変することが目指されています。令和5年4月30日現在で、これらの考え方に共鳴した京都市を含む351都市が、ウォーカブル推進都市として名乗りを上げています。このようなウォーカブルな街づくりにおいては、ベンチが重要な役割を果たします。街中にベンチがあることの効果を考えると、散歩の際の休憩に活用されたり、人との交流が生まれる場になります。観光名所の付近にベンチがあれば、腰を落ち着けてじっくり楽しむこともできます。全国に目を向けると、ベンチプロジェクトとして大々的に取り組まれている自治体もあります。例えば福岡市では、バリアフリーの街を実現するための施策の一つとして、ベンチ等休憩施設の設置推進に取り組まれており、民間が設置する際の助成制度のほか、ベンチプロジェクトへの寄付も受け付けられています。また、千葉市においては、ユニバーサルデザインの考え方のもと、道路を利用する人の快適性、利便性の向上や、超高齢社会への対応の一つとして、集い、憩い、集い、語らいの場の提供のため、千葉市歩行空間のベンチ設置計画を策定し、ベンチの設置等に取り組まれています。さらに、東京都世田谷区の座れる場作りガイドラインを策定しての取り組みや、ベンチマップを作成されている自治体などもあります。また、民間主体の取り組みも進められており、京都市内では、伏見区区民活動支援事業として採択された、泊まり木休憩所、お出かけベンチ共同プロジェクト実行委員会が、個人宅や店舗等に高齢者等が利用できる手作りベンチを設置されています。歩く街京都総合交通戦略2021においては、2040年に目指す街の姿のイメージとして、道路の休憩スペースやベンチでくつろぐ人たちなどにより、にぎわいと活気に満ち、誰もが歩いて出かけたくなる街づくりが進展していると言及されています。京都市においても、居心地がよく歩きたくなる街中を推進するため、ぜひベンチプロジェクトのような取り組みをしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。最後に、マンションにまつわる防災上の課題解決に向けた取り組みの強化についてご質問いたします。近年、全国各地で規模の大きい地震が発生しており、本市においても花折断層の地震や南海トラフ地震発生への不安が高まっています。つい先日も石川県能登地方を震度6強の地震が襲い、その後も日本国内で大きな地震が続いています。被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。さて、私の地元、下京区は、共同住宅が急増し、区内住戸数の 70% 以上を占めております。これは京都市内で一番の割合となります。共同住宅においては、長周期地震動が発生した場合の高層階の大きな揺れによる被害、エレベーターの停止など、特有の被害が想定されます。いざ発災したとき、
避難所避難と在宅避難のどちらを選ぶかという課題も想定されます。東日本大震災においては、構造上比較的被害の少ないマンションの住民は、少なくとも当日は避難しないものと想定されていたところ、実際には自宅には被害はないものの、余震の不安やライフラインの停止、家具の転倒により避難所に避難した住民が多くあり、混乱が生じたと聞いております。京都市では第4次地震被害想定における想定避難者の約 3.3 倍の方を収容できる避難所を確保されていますが、避難所の運営を考えたとき、マンションにお住まいの方も含めた地域における住民同士のつながりが重要と考えます。これらの課題への対応のため、マンション向けの防災ハンドブックを作成されている自治体もあり、京都市においても中京区でハンドブックを作成されています。今後、京都市においてマンションにお住まいの方に、強固な建物構造だからと安心せず、いつ起こるかわからない災害に備え、日頃から防災対策を考えていただけるような機運を一層醸成する必要があると考えますが、お考えをお聞かせください。以上で質問を終わります。ご清聴ありがとうございました。門川市長。西山信太議員のご質問にお答えいたします。男性の育児・家事参画の推進についてであります。西山議員ご指摘のとおり、男性の育児・家事参画の推進については、貴重な子育ての期間を通じて子どもの健やかな成長を夫婦が共に分かち合い、家族の絆をより一層深める機会となるとともに、女性の活躍の推進や少子化対策にもつながる大変重要なものであると認識いたしております。京都市では第5次京都市男女共同参画計画に基づき、男女共同参画と働き方改革の施策につきまして、効果的かつ一体的に取り組んでおります。具体的には、府に府経済団体および労働団体等のさまざまな団体と連携し、安心して子育てができる労働環境づくりに取り組む中、性別役割分担意識の解消に向けた啓発冊子の発行や、男性向けの育児参画講座の実施、また、京都市自らが取り組みを率先し、男性職員の育休取得率が全国平均を大きく上回る 52% になるなど、男性の家庭参画への推進いたしております。国におきましても、育児介護休業法が改正され、男性の育休取得率の向上も取り組まれており、今後国との共催によるセミナーを実施するなど、育児家事参画の取り組みをオール京都で推進してまいります。また、京都市男女共同参画推進審議会など、これまでから各専門分野の知見に基づいたさまざまなご意見をいただき、企業の管理職向けの男性育休推進セミナーを実施するなど、本市の施策にも反映させているところでございます。今後とも当該審議会をはじめ、さまざまな機会を通じまして、より多様な視点を取り入れることにより、男性の育児・家事参画をこれまで以上に強力に推進してまいります。次に、ベンチを活用したまちづくりについてでございます。京都市では、首都と公共交通優先のまちづくりの理念のもとに、歩くまち京都の実現を目指しております。国が推進する大かぶるなまちづくりは、まさに本市の理念と合致するものであります。西山議員ご指摘の歩くまち京都総合交通戦略2021では、ベンチでくつろぐことができるなど、魅力的な歩行空間による出かけたくなる、歩きたくなるまちを2040年に目指す姿としており、ベンチの活用は、居心地がよく歩きなくなる街の実現にを強力に後押しするものと認識いたしております。このため、京都市ども
昨年3月には東本願寺前市民緑地を新たにオープンするなど、憩いと潤いのある場所で公園等の整備を積極的に進めまして、街中にベンチを設置してまいりました。加えまして四条河原町や四条烏丸など多くの人が行き交う主要交差点41箇所、また駅前広場18箇所において道路整備に合わせまして食事台の周囲にベンチ等を設置することにより、快適で糸になる歩行空間を創出しております。また民間のプロジェクトにおいても都市計画や建築基準法に基づく制度を活用し、敷地内に誰もが行われる魅力的なオープンスペースを創出いただけるよう働きかけてまいります。歩行空間におけるベンチ活用の有効性を全庁でしっかりと認識し、さらには市民事業者の皆様のご理解ご協力をいただきながら、官民が一体となってベンチの設置を積極的に進みまして、居心地よく出かけなくなる歩きたくなる街の実現に努力してまいります。以下副市長及び関係理事者がご答弁申し上げます。坂越副市長。マンション防災の強化についてでございます。大地震や水害が発生した場合には、マンションにおいては設備の損傷による断水、エレベーターの停止、地震による家具の転倒や揺れへの不安など、建物自体の損傷は軽微であったとしても在宅での生活が困難となる場合があると認識しております。このため本市ではマンションにお住まいの方も含めた市民の皆様の我が家の防災行動計画マイタイムラインの作成を支援することにより、家具の転倒防止対策や最低3日分、可能であれば1週間分の飲食料品の備蓄などの日頃の備えから、避難所への避難を含む災害時の的確な行動に至るまで、自宅の危険度や各家庭の事情に応じた防災対策を呼びかけているところです。また大規模災害発生時の避難所は、マンションにお住まいの方も含めた避難者が暮らす生活の場所であり、在宅被災者への支援の拠点でもあります。本市では住民の自治による開設運営を基本方針の第一に据え、住民同士のつながりを基礎とする運営の仕組みを構築するため、地域の方々とともに訓練等を通じて命を守り、希望を見出す避難所づくりに取り組んでいるところです。このため西山議員ご指摘のとおり、マイタイムラインの作成支援や地域の防災訓練等を通じた啓発を引き続き行い、市民の皆様に家庭や地域における防災対策の必要性をしっかりと認識していただくとともに、マンション特有の被害を踏まえた具体的な備えに結びつけられるよう、マンションにお住まいの方への視点をしっかりと持ちながら取り組みを進めてまいります。以上でございます。稲田教育長。学校での献血に関する生徒への啓発についてであります。献血は病気の治療や手術などで輸血を必要とする方々の命を救うために、自らの血液を提供するという助け合いの精神に支えられた尊い取り組みであります。西山信正議員ご指摘のとおり、献血可能な世代の減少、人口が減少する中、若年層、とりわけ高校生や今後献血が可能となる中学生に対して、自身の行動が多くの方の命を救うことにつながるという献血の意義や、血液が人工的に作れず長期保存ができないために、献血でしか必要な血液を確保できないことなど、献血の仕組みや必要性を啓発することは、医療の現場を将来にわたり支援していくためにも非常に重要であります。現在、京都市立中学校では、厚生労働省が作成した中学生向けポスターの掲示等を行い、高校では保健体育科で、我が国の保健医療制度や日本赤十字社の活動を学ぶ際に、合わせて献血についても伝えるとともに、議員ご紹介のテキスト、献血ホップ・ステップ・ジャンプを配布しております。今後は中高生に向けた京都府赤十字血液センターが主催する献血に関するセミナーへの参加や、中学生段階からのテキストの活用など、生徒の個別の事情にも配慮しながら、取り組みの充実を図り、子どもたちが命をつなぐボランティアとも言われる献血の学びを通して、
生命の尊さや身近な社会貢献として自分自身に何ができるのかを考え、さらには地域の一員として社会で活躍するために必要となる助け合いの精神や態度を養うことにつながるよう、学校や家庭と連携しながら進めてまいります。次に、市政一般について、熊沢正明議員に発言を許します。熊沢議員。左京区選出の熊沢正明でございます。4月に行われました統一地方選挙におきまして、私たち公明党は、大衆とともにとの立党精神を根本とした公明党の真髄である小さな声を聞く力、そして地方議員と国会議員の強固なネットワーク力に基づく政策実現力、この2つを党の誇りとして訴えてまいりました。また現在の物価高騰に対しても迅速に公明党のネットワーク力を生かして対策に取り組んでまいりました。多くの皆様のご支援を賜り、全国で1543名が当選し、私も初当選をさせていただきました。市民の皆様方の期待にお応えしていく使命と自覚と責任に身の引き締まる思いでございます。私はどこまでも一人の人を大切に、現場の視点、生活者の目線を生かしながら、市民の声を政治に届けることをまず冒頭にお誓い申し上げます。それでは西山信正議員に続き、公明党京都市会議員団を代表いたしまして、市政一般について質問いたします。門川市長をはじめ関係理事者の皆様におかれましては、何卒誠意あるご答弁をお願いいたします。まずはじめに、保育園、保育所に、保育所また認定こども園における園バスへの安全装置義務化についてお伺いいたします。保育園における子どもの安全の確保については、令和3年7月に福岡県中間市において、保育園の送迎バスに置き去りにされた子どもが亡くなるという大変痛ましい事案が発生するなど、保育所等における重大事故が繰り返し発生する中、国会で可決・成立した児童福祉法等の一部を改正する法律において、都道府県等が条例で定めることとされている児童福祉施設等の運営に関する基準のうち、児童の安全の確保に関するものについては、国が定める基準に従わなければならないこととする改正が行われました。また令和4年9月には静岡県牧之原市において、認定こども園の送迎バスに置き去りにされた子どもが亡くなるという大変痛ましい事案も発生しております。こうした中、上記の改正を受け、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令において、保育所等については、令和5年4月1日より安全に関する事項についての計画を各施設において策定することが義務付けられました。安全確保の取り組みにおいては、令和5年4月より保育所等において、1、校舎児等に点呼等により児童の所在を確認すること、2、居宅訪問型保育事業を除く送迎用バスへの安全装置を義務付けることとしております。本市におかれましても、対象となる保育所、認定こども園、地域型保育事業所、認可外保育施設、そして障害児通所支援事業所の周知徹底後、各施設の現場で安全確保の取り組みを進められているところと思います。安全装置の設置については、令和6年3月31日まで1年間の経過措置がありますが、可能な限り令和5年6月末までに導入するよう努めることともあります。私はこれまで16年間、保育士として保育の現場で勤務してまいりました。保育の現場では、子どもにとって
最大の教育環境は教育者自身であると考え、常に保護者や子どもに寄り添い、耳を傾け、話を聞く中で課題を見つけ、一緒になって問題解決に向けて取り組むとともに、一つ一つの関わりを大切にすることを心がけてまいりました。子どもたちの大切な命を預かる保育の現場において、子どもの幸せを第一に考えて働く職員が、二度とこのような事件を起こすことのないよう、さらなる安全確保の取り組みを進めていくことが必要と考えますが、本市における安全確保の取り組みについての現状、そして安全装置の設置についてのお考えをお聞かせください。次に、保育士の人材確保・育成についてお伺いいたします。我が国は人口減少、少子高齢化の問題を抱える一方、子どもたちに関わる側である保育士不足という現状の問題も抱えております。私も保育の現場にいた経験を持つ一人として、この問題を肌で感じながら勤務をしておりました。教育の現場におられる方は、未来の宝である子どもたちの成長に関わること、それ自体が未来を作ることに直結をするという使命感を持って日々勤務をされております。その意味において、まさに教育は正業であると考えます。しかし、昨今、この教育現場に携わる側のなり手不足が取り上げられており、特に保育士の人材確保は急務であると考えております。保育士不足は、潜在保育士の存在と早期離職、この2点が大きな原因と言われています。全国で保育士養成施設を卒業した人でも、保育所以外に就職をした人は全体の5割近くにもなります。保育士登録を行っている方は全国で約154万人。しかし、保育士登録をしている方のうち、保育施設などで働いていない潜在保育士は約95万人となっており、保育現場で従事している保育士の約59万人を大きく上回っています。このような現状の中、本市でも平成25年以降、保育士資格の新規取得者確保事業による新たな保育人材を創出する取り組み、保育士の職場安定を促進させるための就業継続支援、再就職支援事業による潜在保育士の呼び戻しなど、保育人材確保の取り組みを積極的に行っていただいているところだと思います。しかし、現場ではまだまだ保育士の数が足りていないとのお声をたくさんお聞きします。また、特性を持ったお子さんを預かるクラスや施設では、子ども1人につき、1人の保育士が必要な現実の中、あともう1人保育士がいればとの声もあります。子どもの幸せ最優先社会、これを目指す上で、保育の現場が子ども時代を子どもらしく、生き生き、のびのびと過ごし、思春期の揺れを乗り越えていくことのできる、しなやかでたくましい心と体を育む場所であり続けるためにも、保育士の人材確保、育成は単に人材の数を確保し増やすというだけではなく、次の未来を作ることに直結すると考えます。国の動向として、少子化対策の強化に向けた政府のたたき台の中に、保育士の配置基準の改善が挙げられております。京都市では、子どもたちが健やかに育ち、夢や希望を叶えられるよう、子育て環境日本一を目指す中で、保育士の配置基準に関しては、ゆとりを持ち、丁寧な保育を可能とするため、全国的に見ても手厚い配置基準を維持しております。が、その上で、より必要なところに必要な人材を配置することが最も重要だと考えます。本市が保育人材確保の取り組みを進める中での課題や取り組みの方向性についてお考えをお聞かせください。続いて、防災危機管理についてお聞きいたします。5月5日、石川県珠洲市で最大震度6強の揺れを観測する地震が起こりました。また、5月11日には千葉県南部で最大震度5強の地震が、
さらに北海道日高地方東部では最大震度4の地震も観測されました。今もなお各地域で余震の続く中、地盤が緩んだ上での降雨など自然災害が重なり、住民生活に大きな被害が及んでいることはメディアの報道によっても周知の通りであります。改めて被害に遭われた方々にお見舞い申し上げますとともに、一日でも早く日常生活を取り戻す復旧が前に進むことを心の底より願うところであります。近年増え続ける自然災害に対し、自分自身がどう行動し、どう準備をしていくか、この意識が徐々に高まってきています。公明党の推進で導入となりました防災行動計画マイタイムラインは、いざという時の災害に備え、日頃からの備えや、いつ何をするのかについて、あらかじめ時系列で計画を決めておくものであります。住んでいる場所や家族構成によって、災害時に取るべき行動やタイミングは異なります。日頃の備えや、災害が起こった時の行動を考えておくことで、スムーズな避難につなげることができます。地震や水害等が起こったとき、自分の命を守るためには、まず何をし、どう行動すればいいのかが大事であり、家族であったり、知人であったり、安全なところに行くという分散避難や、事前避難という考え方が推奨されていると思います。今後も命を守るきめ細やかな取り組みが必要であると考えております。その上で、本市においても、防災ポータルサイトや公式 LINE アカウントなどを通して、マイタイムラインの作成をはじめ、防災についての知識や日々の備えに関する情報をより多くの皆さんに周知していただくためにも、さまざまに啓発活動を行っていただいているところであると思います。現在ではスマートフォンでも手軽にマイタイムラインが作成できるようにもなっております。今後もさらにそれらを大いに活用し、分かりやすさ、使いやすさ、そして導入のしやすさを含めた京都市全体の防災意識向上に向けた取り組みが必要だと考えますが、いかがでしょうか。お考えをお聞かせください。最後に、災害時の避難所についてお聞きします。本市における避難所等につきましては、令和5年4月時点で災害の危険性があり、避難した方を災害の危険性がなくなるまで必要な間滞在させ、または災害により家に戻れなくなった方を一時的に滞在させるための施設として、大規模地震等長期の避難が必要な場合に開設される指定避難所が市内435箇所、災害や土砂災害が発生し、または発生する恐れがある場合における円滑かつ迅速な避難を図る場所として、水害、土砂災害の指定緊急避難場所が377箇所、地震に伴う大規模火災時の際、生命の安全を確保するための広域避難場所は68箇所、また、北区、左京区、右京区の山間部、都市周辺部の方の方の地震に伴う大規模火災時の避難や災害情報の伝達、収集及び応急救護活動の場となる避難救助拠点がヘリコプターの着陸も想定して23箇所設置されております。そして大地震が発生した場合、地域の皆様が互いに協力し合って安否確認、救出、救護活動や消火活動などの必要な災害対応を組織的に実施するための集合場所として、おおむね町内ごとに決めていただいている地域の集合場所、それぞれの避難所等の一つ一つが、命を守るための重要な場所であると考えております。地域の自主防災会の皆様も、地域の安心安全のため、日々有事に備えての人的、物的な環境の整備、地域での話し合い、準備をしていただいており、本市としてもこうした取り組みを引き続きしっかりと支えていく必要があります。
我が会派が避難所での災害備蓄品に液体ミルクを導入するよう議会で強く要望し導入となりました。本市におきましても令和2年4月に初めて緊急事態宣言が発出された新型コロナウイルス感染症への対応についていち早く取水機の前に指定の避難所や緊急避難場所にアルコール消毒液やマスク、非接触型の体温計など感染対策物資の配備を開始、また市職員を避難所等に配置し、地域の皆様と共に感染防止に取り組む体制を新たに構築しました。こうした市の対応は、避難される住民や避難所の運営をされる自主防災会の方々の不安感を大きく軽減できたと評価しております。一方、令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが2類相当から5類に移行し、個人が自主的に感染対策に取り組むことが基本となりました。しかし、避難所等は命を守る場所であり、まだ感染への懸念を根強く感じておられる方が、感染対策を理由に避難を躊躇されることがあってはならないと考えます。6月中旬からの取水期を間近に控えていますが、今年度における避難所等での感染対策についてどのように考えておられるのかお聞かせください。以上で私の質問を終わります。公明党京都市会議員団は、これからも大衆と共に語り、大衆と共に戦い、大衆の中に死んでいくとの立党精神を根本に、全議員が京都市のさらなる発展と市民の暮らしを守るため、全力で働き抜くことをお誓いし、私の代表質問を終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。門川市長。熊澤正明議員のご質問にお答えいたします。保育所等における送迎バスの安全装置義務化を定めた安全確保の取り組みについてでございます。令和3年7月に福岡県の保育園、令和4年9月には静岡県の認定こども園で起きた2件の痛ましい事件により、尊い子どもの命が奪われました。私はこのような悲劇を再び起こしてはならない、固く決意し、速やかにバス送迎における安全管理を徹底するよう、各施設管理者に求めるとともに、職員に対して各園の取り組み状況を現場で確認するよう指示いたしました。各園、京都市では、令和3年7月の事件が起きた際、京都市保育連盟とともに、園児の置き去り防止を含め、園バスの運行管理全般の安全対策を求めた園バス安全管理マニュアルをいち早く全国に先駆けて取り組み、各施設での活用につなげております。また、令和4年9月の事件が起きた際には、送迎用バスを所有するすべての保育施設への実地調査を行い、各施設の対応状況を確認し、安全管理の徹底を求めるなど、安全確保のための取り組みを強力に進めてまいりました。今年度から義務化された送迎用バスの安全装置設置につきましては、現在、各対象施設において設置が着実に進められているところでありますが、これから夏季が近づき、熱中症のリスクが高まることも考慮し、6月中に設置を施設へ強く求めてまいります。また、今年度から義務化された安全計画の策定に関しましても、各施設で実効性のある計画が定められるように、丁寧に確認、指導を行ってまいります。今後とも各施設、関係団体の皆様とともに、子どもたちの安全の確保に全力を掲げて取り組んでまいります。次に、保育の担い手の確保についてでございます。京都市においては、一人一人の子どもに寄り添った丁寧な保育を実施するために、保育士の配置を充実されております。例えば、90人定員の場合、国基準の12人の 1.3 倍となる16人の保育士配置とし、全国トップレベルの取り組みを進めております。さらに給与も全国平均を100万円上回る給与水準を確保しております。こうした全国に誇る保育環境を今後も維持、充実させていくためには、
熊沢議員ご指摘のとおり、保育の担い手の確保の取り組みは極めて重要でございます。そうした考えのもと、本市では保育士資格の新規取得者の確保、現在は保育士として働いておられない潜在保育士の再就職支援、保育士の就業継続支援の3つの観点から取り組みを進めており、保育関係団体や京都府保育士養成校等との関係機関との連携のもと、主に学生を対象とした保育園就職フェアの開催、潜在保育士等の職業紹介などを行う保育人材サポートセンターの運営、また遠隔地質の若手保育士のための宿舎貸し上げの実施など、さまざまな取り組みを実施しております。一方、ここ数年、保育士の有効求人倍率は他職種に比べて高い水準で推移し、保育現場からも保育士の確保が難しいというお声を多く聞いております。さらに政府が打ち出されました次元の異なる少子化対策、これは素晴らしいことでありますけど、このたたき台に盛り込まれた保育士の配置率の改善が実現すると、全国的に保育士のニーズが増すことが予想されるために、保育の担い手確保の取り組みが一層求められるものと認識いたしております。今後もこうした情勢を見据えながら、国に対して保育士の職員不足を解消するための抜本的な処遇改善を強く求めるとともに、京都市が誇る質の高い保育を安定的に継続できるよう、保育士養成校や保育関係団体などと協議を重ね、保育士の担い手確保の取り組みを強化させてまいります。引き続き全力を挙げてまいります。以下、関係理事者がご答弁申し上げます。広瀬危機管理官。防災意識向上に向けた取り組みについてでございます。我が家の防災行動計画マイタイムラインは、水害や土砂災害、また地震が発生した際の自宅の危険度や避難するタイミング、避難場所、飲食料の備蓄など、日頃の備えから避難行動に至るまで、あらかじめ市民自らが考え、作成いただくものでございます。熊沢議員ご指摘のとおり、マイタイムラインは市民防災の要として、市民の皆様に広くご利用いただくことが重要であり、今や身近な存在であるスマートフォンや SNS を活用することは非常に重要な視点であると考えております。このため、会員ベースで作成いただくリーフレットに加え、京都市防災ポータルサイトにおきまして、パソコンやスマートフォンなど、どのような機器でもマイタイムラインが作成可能な仕組みとしており、併せて解説動画を掲載することにより、誰でも簡単にご利用いただけるよう工夫をいたしております。これまでも市民新聞や地域の防災訓練等での周知のほか、LINE や Twitter、Facebook の京都市公式アカウント、SNS やウェブサイトの広告等、さまざまな媒体を活用し、市民の皆様への周知に努めてきたところであり、今後につきましても、6月からの出水期や9月1日の防災の日など、防災対策への意識が高まる機会を積極的に捉え、マイタイムラインの作成が万一の災害時に大変有効であるということを市民の皆様と共有してまいります。さらにスマートフォンでの見やすさをこれまで以上に改善し、使いやすくすることによって、一層の普及を図るなど、市民の皆様のさらなる防災意識、防災力の向上に取り組んでまいります。次に、災害時の避難所等での感染対策についてでございます。令和2年の年初からのコロナ禍においては、避難所等を運営いただく自主防災会をはじめとする市民の皆様に、万一の災害発生時に感染の心配なく避難所等に避難できるとご安心いただくことが何よりも重要でございました。このため、令和2年度において2度にわたって補正予算のご議決をいただき、3密回避のための区画づくりに必要な間仕切りテントやパーテーション付き段ボールベッドなど、感染拡大の防止対策に必要な物品を避難所等に配備してまいりました。併せて感染を防ぎながら避難所等を運営していくため、検温や健康調査、体調不良者のための別室の確保などを避難所運営マニュアルに盛り込むとともに、地域の皆さんとともに感染対策を行う区役所、市所職員を避難所等に配置するなど、万全の感染対策を講じてまいりました。こうした取り組みと、地域の自主防災会の皆様のご尽力の結果、これまで避難所等において感染が拡大した事例はございません。今月8日からは、新型コロナウイルス感染症が5類感染症に移行し、今後の感染対策は個人の判断に委ねることが基本となりましたが、熊沢議員ご指摘のとおり、
高齢者等の重症化リスクの高い方が避難されることを踏まえ、今年度の出水期につきましては、引き続きこれまで通りの感染対策を実施してまいります。市民の皆様が感染への不安を抱くことなく、必要なときには躊躇なく避難所等に避難いただけるよう、地域の皆様とともに万全の感染対策に取り組んでまいります。これをもちまして、一般質問を終結いたします。本日はこれをもって散会いたします。